今日は、みんなすぐにできる、お金に対する、行動っていうものに対して、話していきたいなと思うんですけど、よくね、家って、玄関をきれいにしてない人っていうのはお金の流れが悪いよってよく運気、お金の運気っていうことでまず言われる場所なんですよね。なのでまず玄関周りが汚い人はすぐにやっぱり玄関をきれいにした方がいいです。家でできることですよこれは。はい、でまず玄関周りをきれいだとお金の運気が入ってきます。その時にね、水回りをきれいにしましょうって皆さんもちょっと聞いたことがある人が多いと思います。でもこれね、なんでっていうとね、例えばトイレまず意識しましょう。トイレも蓋をね開けっぱなしにしている方が多分多くいらっしゃると思うんですよね、男性女性問わずね。でもこれっていうのは良くないですよね。水回りの中のトイレって常にきれいにしておいてほしいし、なぜならそこになんで気を使わなきゃいけないかっていうと、トイレっていうのは水が流れるんですよね。そういうと金運も流れてしまうんですね。なので必ずトイレが終わったら蓋を閉めてくださいね。たったこれだけですよね。こういう意識を毎回積み重ねることが重要。それとあとは洗面台とかやっぱそっちいう水回りも全部そうです。食器を洗うところもそう。水回りに関しては必ずきれいにしておきましょうね。で蓋が閉めれるものであれば閉めたいぐらいです。それはなぜかというと、先ほども言った水は流れるじゃないですか。唯一なんですよ、水が流れるとか流れるというところ、家に対してその水回りというところが。なのでその運気が流れてほしくないので、そういうのを意識をしていきましょう。ほんとたったこういった一つ一つの意識、すぐにできること、こういうことをやり続ける人っていうのは必ずお金が回ってくる周期に入ってきますんでね。僕もやり続けてます、はい、なのでそういった一つ一つね、家に対しても玄関周りをきれいにして運気を入れてくる、そして流れるところを封鎖する、そしてそういったところの水回りを全てやっぱりきれいにしておくことを心がけるっていうと、なんでそれをするのかって、自分の頭でどんどん金が流れないようにするとかって脳になってくるんですよ。そうすると投資脳になってくるはずなので、あなたの脳がお金を無駄にしたくない、お金を増やしたいっていうマインド設計になってくるので、そういった積み重ねが絶対にあなたのお金を呼び込みます。これを繰り返してもらうことによって、運気が上がること間違いなしです。